はい、今回ですね、人気晩婚ビルダートイファクトリーさんが製造販売しております GT カーサホームスタイルエディション、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、今回のこの GT はですね、ご家族4人でも使いやすいですし、まあ、ご夫婦だとかカップルのお二人でも使いやすい万能なね、レイアウトのキャンピングカーになるんですけども、今回はね、このカーサホームスタイルエディションといって特別仕様のですね、モデルになります。そして今ね、スタンダードになりつつあるですね、あるオプション装備がついた車になりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。あのディズニーピクサー映画トイストーリーとキャンピングカービルダートイファクトリーがコラボレーション、詳細は7月1日に発表になるトイファクトリーのホームページをチェックしてください。カーサホームスタイルエディションは厳選された国産素材をふんだんに使った特別仕様のモデルになります。まるで自宅のリビングにいるような落ち着いた雰囲気を感じさせてくれます。はい、それでは GT カーサホームスタイルエディションの室内をご紹介したいと思います。エントランスドア入ってすぐこちらにですね、ギャレーがね、あります。キッチン設備がね、はい、こちらをご説明したいと思います。はい、こちらにはシンクがあります。洗い物だとか手洗いだとかをね、できるね、十分な広さのシンクがありまして、こちらのですね、横にはこれタオルハンガーね、これよく引き出しかと間違えて引っ張る方もいるんですけど、これにタオルハンガーなんですよ。そしてここにはですね、この跳ね上げ式のね、調理台のスペースもありますので、まあ、調理とかね、するときにはここに物を置いたりだとかっていう風にね、使うことができます。はい、そしてこのシンクで使う水に関してはですね、こちら側にあるんですけどもね、エントランスドアのね、すぐ近くにありますから、重たいね、給水タンクだとかを持ち運ばなくてもいいので、ここはね、非常に考えられてね、いいスペースかと思います。はい、そしてこのシンクの上にですね、トイさんおなじみのですね、オールインフォメーションボードがあります。でこちらのオールインフォメーションボードで、まあ、メインスイッチかね、照明だとかインバーターのスイッチ、冷蔵庫だとかね、あと FF ヒーターを操作したりだということを、まあ、一括してこのボードでですね、操作することが可能です。はい、そしてこの横にはですね、はい、家庭用のですね、エアコンがついております。はい、これは家庭用のセパレートエアコンになりますので、室内機はですね、こちらにビルトインされておりまして、室外機はですね、これからですね、ご説明するんですけど、車両のですね、腹下に装備されております。これね、今北海道も結構夏暑くなってきましたので、まあ、ここ北海道でですね、乗られる方もですね、この今最近ね、エアコンをつけれる方がね、非常に増えております。そしてこのエアコンの下にはですね、これタイルがあります。これね、カーサホームスタイルエディションに関してはこの美濃焼きタイルというのがですね、装備されるんですけども、これカラーね、3色選べて、今回のですね、タイルはミックスブルーというね、ものを施されております。そしてこちらにはですね、はい、上蓋式のエンゲルの冷蔵庫がありますので、食材だとか飲み物だとかをね、冷やすことができます。でこれはですね、冷気が下からですね、逃げづらい仕組みになってますので、結構冷え度合いもいいですし、このドアもですね、ソフトクローズがついているので、優しくね、このように閉まります。横にはですね、タワー形式のですね、収納スペースがあります。こちらはね、こうシャッター付きの収納がね、こう2段の収納がありまして、結構ですね、奥行きも20センチ超ありますしね、横幅も40センチ、50センチぐらいあるかな、の、これが2段ありまして、こちらにはですね、オプションのですね、電子レンジがあります。で、この電子レンジの位置も、このね、キッチンの場所、ここからですね、すぐこのように、ね、操作できる位置にありますので、これなかなかいい場所ですよね。はい、そして電子レンジの下にはこの調理台のですね、この引き出し式の調理台のスペースもありますし、こちらにはですね、はい、収納だな、結構ね、これ奥行きありますよね。これだけ入れば結構十分かと思うんですけど、こういうのと、まあ、ソフトクローズねがついておりまして、1段目、
2段目がね結構こう深いんですよ、ね、深さがある収納があって、そして一番下の方にもですね、よろしくお願いしますね、収納がありますので、ここはですね、まあ、収納兼、まあ、電子レンジがあるですね、こういうタワー型の場所になっております。はい、ダイネットスペースをねご紹介します。今ですねこのセカンドシートは後ろ向き、テーブル挟んでサードシートがありますので、このようにするとですね、まあ4人の方がこうねテーブルを囲んで向かい合わせで座ることもできますし、こちらのシートもですね実は今後ろ向きですけど前向き、進行方向を向くことができますので、まあ、運転席、助手席の方、そしてセカンドシートの方、そしてサードシートの方もですね全員進行方向を向いて移動することができますので、これはですねもしご家族4人のねあのファミリーの方でも非常に使いやすいレイアウトねになってるんじゃないかなと思います。でこのね今シートの展開についてはこれからご説明するんですけども、はい、ダイエットの上にはですね収納があります。でカーサホームスタイルエディションの家具色っていうのはですね、まあこういう薄い木目のね色の部分と、こういうですね生地が貼ってあって、キッチンの方はですねこう色の濃い、木目のね家具を使ったこのね温かみのあるですね家具色になってます。でこのハンドルに関してもこの艶消しブロックのね雰囲気を損なわないタイプのものがねついております。はい、そしてこの収納もね結構横幅もありますし、奥行きもね20センチぐらいあるかな、これが一つあって、奥側にももう一つねこのように収納がありますので、ちょっとしたね小物なんかを収納することができるかと思います。はい、そしてこの下はですね、はい、タッチ式のねこういう、はい、スポット照明とこのね間接のライン照明があります。はい、この下にはですねここはね出窓風になってまして、トイさんのシリーズに関してはエアロウィンドウといって、こちらのですね窓ガラスね、もともとあるハイエース窓ガラスを外して、まあ、出窓風にして、で断熱材入れの壁を作って、アクリルのねこれ二重窓なんですけども、このような感じにしております。ですので横幅がね、まあ、約このぐらい伸びてますので、非常にですね空間が広くなっております。でこの窓ももちろん開閉できますしね、暑い時は網戸にもなりますし、寝る時はねこのようにシェードもかけることができますので、非常にですね使い勝手のいい窓がついておりますし、これね結露がしづらいアクリル窓ですので、まあ夏だとかあとね冬にもね結構このね効果が発揮されるんじゃないかなと思います。はい、そしてこの窓の下にはですねコンセント、これオプションでインバーターをですね設定されると、インバーター出力のですね 100V ここから出てきます。もしインバーター設定されなかったら外部電源をねつないだ時にのみここから 100V が出てくる仕組みになっております。はい、そしてもはやおなじみのこれ USB ポートもねありますので、携帯端末を充電することもね可能になります。はい、そしてこちらの方にもですねウォールタイプの収納スペースがありますので、まあ、ちょっとしたね雑誌だとかそういうものも収納ができますしね。でこれセカンドシートのね右側の人の用のための三点式シートベルト、そしてあちらがですねサードシートの右側の方の三点式シートベルトがありますので、お子様でねチャイルドシートが必要な方はこちらにですね三点式ベルトがありますのでかけることが可能です。はい、そしてこの窓の横にはですねこれ19インチの液晶テレビがついております。でオプションでこれマルチカーシアターシステムというのを選択されてますので、テレビがですねここに設置されております。はい、このマルチカーシアターシステムですね、実はこの上にですねスイッチがあります。このスイッチを入れると実はですねナビが起動されます。はい、このような感じでナビが起動されて、そして映像線がですねこっちまで引っ張ってあるので、ナビで拾った画像をですねこのテレビに映し出すことが可能になります。そしてオプションでこれリアスピーカーをですねつけてもらうことによって、こうカーシアターシステムというふうにね音響設備もいい感じになります。実際にシートに座ってみました。サードシートはこのように私が座っても高さにも非常に余裕があります。セカンドシートも同様ですので4人の方が座ることが可能ですね。そしてシート展開をしていきたいと思います。
セカンドシートは実は今後ろ向きですけども、前向き進行方向を向くことが可能です。まずはセンターテーブルを取り外し、座面だった部分をこの背もたれにするために起こします。次に背もたれにあったヘッドレストを取り替えます。あとは背もたれのマットを車両後方側に倒すと前向きシートに変更になります。このシートは前後にスライドしますので、座られる方の体型に合わせてポジションをチェンジすることが可能です。先ほど取り外したこのテーブルは実は運転席の後ろに設置することも可能です。そうするとセカンドシートの方がテーブルを使いながら移動することができますね。今度は全員前向きシートポジションからベッド展開にしていきたいと思います。通常このセカンドシートは1200幅あります。今回の車両に関しては900幅のシートに変更になっております。そうすることによってエントランスドアから室内に入りやすくなっております。1200シートの幅の場合はこのように左側にスライドさせないんですけども、今回は900幅シートですので助手席側にスライドさせます。サードシートも同様にヘッドレストを外して、座面、背もたれをこのようにフラットにしていきます。サードシート側はこのように足がついたマットをはめ込みます。セカンドシート側はこのくの字に折れる足を装着してマットをはめ込んであげればベッドの完成です。はい、実際にこのように横になってみました。私がこのように寝ても大人の方2人ぐらいは余裕で寝れる寸法があるかと思います。天井方向にも空間の余裕がありますので、圧迫感はほとんどありません。先ほど取り外したこのセンターテーブルには足が2本ついております。短い方をこのように立ててあげるとちゃぶ台仕様として使うことができますね。はい、カーサーホームスタイルエディションはですね、このように室内の雰囲気がですね、通常のトヨさんのね、レパートリーの車から比べるとですね、全然違います。それはですね、先ほどお話ししたこのね、美濃焼タイルもそうですし、これシート生地も実は微周織物といって、国産のですね、専用生地を使われてるんですよね。これ非常にですね、風合いもいいですし、手触りもね、なかなかこれいいんですよ。そしてこのフロアなんですよね。これフロア実は国産のヒノキをですね、贅沢にも使っております。ヒノキの特性上、断熱のですね、効果も実はあるらしいですし、まあ脱臭だとかね、そういうのもね、ありますので、非常にですね、キャンピングカーのね、中に使うにも考えられたね、素材になってるんですよ。なので最近トイさんの車両を選ばれてるお客様の中で、結構このね、カーサホームスタイルエディションにする方が今増えてるらしいんですよね。なので今トイさんのバンコン欲しいなっていう方でね、ちょっと温かみのあるね、こういう雰囲気がいいなっていう方はね、ぜひね、このカーサホームスタイルエディションにすることをお勧めします。はい、サードシートの後ろにはですね、こっちにマルチルームがあります。ここはですね、収納としても使えますし、例えばこれね、ちょっとここにね、タイヤハウスがある分で少しここね、一段高くなってるんですけど、まあここにですね、ポータブルトイレだとか、あとラップポンだとかを置いてね、トイレルームとして使う方もね、結構多いので、ここはね、有効活用できるんじゃないかなと思います。はい、車両最後方ですね、これ GT の一番の特徴である、これ後ろにですね、2段ベッドがあります。で、結構ね、これ横幅あるんですよ。この上の段もね、幅ありますし、長さもですね、こっからまあエアルウィンドウになってますので、こちらがね、少し出っ張ってますから、1メーター80ぐらいのね、長さがあります。そして2段目と1段目もね、このような感じでありますので、結構ね、広さ、横幅結構あるんですよね。で、この下のマットについても上のマットについても、実はこのように乗っかっている仕組みになっているので、もし1段目にこう、ね、寝ようとした時も、このマットをちょっとですね、どかしてあげるとスッとね、寝に行きやすいんじゃないかなと思います。それでは2段ベッドに横になってみたいと思います。上段の方が少し寸法が大きいんですけども、このように斜めに寝れば私もなんとかギリギリ寝れるサイズでした。次に1段目です。こちらの方が寸法が若干小さいんですけども、まあなんとかですね、寝れますので、身長170センチ前後の方だったら上と下にですね、難なく寝れるかと思います。はい、実はこれね、カーテン、ノーマルではね、ついてはいないんですけど、オプションで
この2段ベッドのね、間仕切りカーテンをつけることもできますので、このね、2段ベッド GT を選択されて、この2段ベッドがいいなっていう方はですね、このような形で、間仕切りカーテンをですね、つけることができますので、まあ寝てる方とのね、このプライベートの確保もね、できるかと思います。はい、このような感じでね、間仕切りカーテンもね、オプションでつけることが可能です。それでは外装をご紹介します。今回の車両は GT のカーサホームスタイルエディション、そしてエアロソーラーシステムグランデ仕様のキャンピングカーになっております。グランデ仕様はフルエアロウィンドウになっておりますので、断熱性能が非常に高いバンコンです。グランデ仕様を選択されると、助手席側もこのように断熱材入りの壁、そしてアクリル二重窓が施されたモデルになります。この運転席側の張り出しが特に特徴的で、室内が非常に広くなります。バックドアを開けると GT の特徴である2段ベッドが見えてきます。この2段ベッドのマットは脱着することが可能ですので、キャンプ道具や自転車なんかも積むことが可能になりますね。車両を晴らしたスペアタイヤがあったところには、エアコンの室外機がビルトインされております。そして最近はこの足回りのパーツを変更される方も非常に多いです。今回の車両は TSR コンフォートパッケージ3点セット、こちらを装備されております。はい、今回の GT カーサホームスタイルエディションいかがだったでしょうか。はい、カーサホームスタイルエディションという車両はですね、家具色もね、オリジナルのね、家具色になりますし、シート生地だとかヒノキのフロアだとかね、例えば美濃焼タイルだとかというふうに、通常タイプのトイさんのレパートリーの中がね、ちょっと一線を隠したね、こういうデザインになってるんですけども、今ですね、トイさんのキャンピングカーをご購入されているお客さんの中で、結構このカーサホームスタイルエディションに変える方がやっぱり多いらしいんですよ。なのでGT もしくはですね、トイさんの今キャンピングカーをね、ご検討されている方は、このカーサホームスタイルエディションをですね、検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。落ち着いた雰囲気がね、非常にいいかと思います。そしてこちらにありましたね、家庭用のエアコン、最近ね、キャンピングカーもこの家庭用のセパレートエアコンを搭載するモデルがやはり増えてまして、ここ北海道でもね、結構エアコン付きをね、選ばれる方が多くなってきてるんですよ。まあ、この温暖化が進むですね、日本のね、道路事情を考えても、この、ね、エアコンはね、非常に有効かと思います。はい、今ですね、トイファクトリーさんの車両が続々と入荷してはおるんですけども、今ですね、人気があるもんで納期が結構かかるんですよ。ただ待つだけのですね、価値はある車ですので、ぜひですね、今バンコンタイプのキャンピングカーをご検討されている方は、このトイファクトリーさんのですね、車両をぜひですね、ご検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。そして北海道にですね、お住まいの方は、私が勤めているキャンピングレンタサービス工業、こちらがですね、北海道のトイファクトリーさんの正規販売代理店になりますので、詳しくはですね、概要欄の方にありますキャンピングレンタサービス工業のですね、ホームページのチェックもお願いします。そして全国にお住まいの方は、同じくですね、概要欄の方にトイファクトリーさんのホームページのリンクも貼っておきますので、車両の詳細だとか、あとはですね、全国の販売代理店をですね、検索されてみてもいいかと思います。はい、今回はトイファクトリーさんの GT カーサホームスタイルエディションをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら、高評価の方と、今後もですね、いろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。